外刈りとか小内刈りとかいろいろやったろ、ね、大外刈りもこう入って、ね、ダメだったらグイ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 押し込んでいく、こう手で押して相手を、それでこのスクワットを引っ張って押し込んでいって、近づいて近づいてって最後バーンってやるとか考えるんだよ。小内刈りもちゃんとグッて引っ張り出して、ギュッて引っ張り出して削る、ね、削る、ね、大内刈りもガッて下がったり入る、ちゃんと相手の動きを考えるんだよ。それをただただね、こんな状態でなんてかかんないんだよ。相手が反応しないから、前も言ったじゃん、前に引き出そうと思ったら一回後ろにボンと押すんだよ、反応するから。お前何やってんだよ、帰れよ。バーンでやると相手が踏ん張るんだよ、そういう競技だからね。踏ん張ったところを前に引っ張り出してね、後ろに借りたかったんだったら一回こう引いて相手が下がったところに行って貼るとか、もう少しそういう動きをしないと倒れないからね。はい、メイス。メイス。よし、いきますよ。潰すんだらどうやるんだ、それ。頭潰しとかなきゃ、ゲッゲって。実践で使えねえぞ、腕縛るやつとか。その寝技を知ってる人っていうのはね、あ、こう来るなっていうのを守るようになるから、だからいろいろやってんだよ。はい、動くよ。もう控え戦負け持ってけよ。なんでもらってるもん。お星野はどうすんだっけ、それ。お星野、さっきのやつ、いいよ、そのままいいんだよ、ハンドネでやってるから。またがなきゃ、まずまたいで逃がさないようにして、ズボン持って回す、首絞めないでね。もしも首絞めちゃうからダメでしょ。かけなきゃ、待ってたってやられちゃうよ。もしも立てつけんじゃねえかよ。Yeah.